なんだ。なんだ。なんだじゃない、急に切るなんて失礼。どうかしたの？なんでもない。でもひどい顔色してるじゃない。本当に何でもない。放っておいてくれ。しばらく連絡してこないでくれると。あまり無理せずに誰か知り合いに連絡しなさいよ。それじゃ。真由里の友達の。大丈夫ですか？具合悪そうですけど。ああ、大丈夫。オカリンさんっていつもなんだか辛そうに見えます。そうか。そうだよ。ふぶきちゃん、そんなオカリンさんを見てるマユシーも辛そうで、私もオカリンさんとマユシーのこと見てると泣きそうになって。って私何言ってんだろう。あのオカリンさんの好きな人って誰ですか？
ごめんなさい、失礼なこと聞いちゃって。私、気分でも悪いんですか？いや。本当に大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。それじゃあ、私たち行きますね。楽しみにしてます。あ
マユリ、マユリか、本当にマユリなんだな。オカリン、どうしたの、そんなに慌てて。心配したぞ。ずっと鳴らしているのに出なかったから。ああ、ごめんね。電話、カバンの中に入れてたから。もしかして、何か急な用事だった？いや、気にしなくていい。少し、不安になっただけだ。不安？今、どこだ？誰かと一緒か？これからバイトだよ。何時まで？8時過ぎぐらいまで。そうか、わかった。オカリン、遊びに来てくれるの？いや、今日は用事があってな。無理なんだ。バイトが終わったらラボにも顔を出すつもりだよ。わかった。もし行けるようだったらそこで合流して一緒に帰ろう。本当？今日は珍しいね。じゃあ、バイト頑張れよ。何？言い忘れたことでもあった？怒ってないのか？怒る？どうして？だってさっき話している途中で切ってしまっただろ。だから。それについてはさっき謝ってもらったから。私は一度許したことをいつまでもぐちぐち言う人間じゃない。さっき謝った？ええ、かけ直してきたじゃない。かけ直した？俺が？ほんの7分43秒前のことを忘れちゃったの？俺が謝ったのか？大丈夫？何かあったの？さっきとは別人みたいな顔してるけど。いや、平気だ。
悪そう。誰か知り合いに連絡するなり、どこかで休むなりした方がいいんじゃない？なあクリス、一つ聞いてもいいかな。さっき電話した後、俺が何をしようとしていたかわかるか？記念教授と真帆先輩とこの後待ち合わせでしょ？私について報告する予定じゃない。そうか。真帆先輩にあんたのことあらかじめ伝えておきましょうか？本当に大丈夫だ。心配かけてすまない。あんまり無理しないでよ。あんたと最後に話したのが私でしたなんて結果になるのはごめんだからね。それじゃあ今のところエムデウスとのコミュニケーションはうまくいっているということでいいんだね、リンタロウ。ええ、会話にそこが出ることもありませんし。ちなみに聞きたいんだが、クリスとの距離感はどうかな？距離感というとどういうことでしょう？話しているうちに親しくなってきているかどうかということだよ。それは初めて会話した時に比べれば多少は。多少？かなりの間違いじゃない？私だってクリスと話してるんだから、それくらいわかるわよ。あの子、最初は8回もイルスを使われたって怒っていたほどなのに、今じゃすっかりフレンドリーになっているもの。それだけ距離が縮まったということでしょ。そうですか、それは喜ばしい。私は期待しているんだよ。彼女が君に対して友情を、もっと言えば恋愛感情を持ってくれないかとね。恋愛感情？そんな声を上げることもないだろう。でもその AI ですよ。 AI だからだよ。彼女にだって感情はあっただろう。だけどそれはあくまでもプログラム上のことで。でもそれは人間の脳だって同じことじゃないか。
今は機械に感情があるかないかなんていう命題はもはや時代遅れだよ。機械にだって感情はある。第一、エメデウスは私たち人間の脳を再現すべく作っているんだ。構造が同じでプロセスが同じなら、その結果生み出されるものも同じなはずだろう。ならば彼女だって恋をする可能性は十分にある。いや、ぜひしてもらいたいと思っている。おっと、こんなことを言っては魔法に恨まれてしまうかな。教授までクリスみたいなことを言わないでください。冗談だよ、冗談。魔法は怒ると怖いから気をつけた方がいい。それはもう分かってます。ちょっと聞こえてますよ。おお、そういえば私はジュリに連絡をしなければならないんだった。リタロ、少し失礼するよ。クリスといい、教授といい、どうして何でもかんでもすぐに色恋沙汰に結びつけたがるのかしら。まったくだな。あ、そうだ、岡部さん、ちょっと聞きたいんだけど、あの子がクリスが好きな言葉って何か知ってる？言葉？数字でも何でもいいの。何かこうキーになりそうなものに心当たりないかしら。クリスが設定したパスワードを破ろうとでも？よくわかったわね。それってあいつの研究室の PC か何かの？ううん、彼女の私物、家にあったノート PC よ。そんなものどうして君が？片見分けでね、譲ってもらったの、クリスのお母さんに。それで中身を確かめたいからパスを解除する方法を探しているの。あなたなら知ってるんじゃないかと思って。パスがかかってるということは見られると困るものなんじゃないのか？それはそうだけど、でも彼女、アマデウスのクリスをより本物に近づけるためにはその中のデータも解析した方がいいでしょ。もちろん私自身はなるべくプライバシーに関わることは見ないようにするつもりよ。悪いけど心当たりはない。何も？ああ、それに知っていたとしてもやっぱり俺は教えないと思う。人には知られたくないことがあるから。特に PC の中身なんていうのは今やプライバシーの塊みたいなものだからな。それじゃ、俺はこれで。
すぐクリスマスか。ヒアジョーさんはクリスマスもこっちにいるのか。ええ、こっちでまだやることもあるから。誰かと過ごしたりは。え？ああ、いや、ほら、海外のクリスマスっていうと友達みんなで楽しくパーティーでもするってイメージだろ。残念だけど、そういう予定はないわ。それに、アメリカやヨーロッパじゃクリスマスにパーティーなんてやらないものよ。そうなのか？彼らにとってクリスマスは神聖な日でしょ。だから家族と一緒に過ごすのが普通よ。その分大晦日は大騒ぎするけれどね。まあこっちには家族もいないから、どっちにしても一人ということに変わりはないんだけどね。あ、だからって寂しいと思ってるわけじゃないわよ。誤解しないでね。マユリ、いるか？あ、悪い。いえ、僕の方こそ、ごめんなさい。もう少し早く帰っていたら、岡部さんと入れ違いになっているところでした。ん？もしかして、俺を待っていたのか？はい。と言っても、別に大した用があったわけじゃないんです。差し入れを持ってきただけで。おまんじゅう、もらったよ。いただき物ですから、皆さんでどうぞ。そうか、ありがとう。つうか、ルカシ、時間大丈夫なん？あ、実はこの後、お家にお客さんが来ることになってるんです。客？ルカ子のか？いえ、父のお客さんです。なぜか僕にも同席してほしいと言われまして。父は普段同じ趣味を持った人を呼んで長い時間話し込んだりするんです。難しい話ばかりで僕にはよく理解できないので、普段はお茶を出すぐらいしかしないんですけど。難しい話って宗教とかそっち系の話か？そういうわけではないみたいなんですけど、この前のお客さんとは有明がどうとか、晴海の頃はどうとか、そういうお話をしてました。晴海、有明。さすがルカシのパパ、恐ろしい子。岡部さんや橋田さんは分かるんですか？まあ、なんとなくはな。でも、その話はまた今度だ。客が来るなら、早く帰った方がいい。それじゃあ僕はこれで。また来ますね。Thank you.
マユリは？メークインじゃね？今日は来てないよ。そういえばオカリン、さっきの電話だけどさ、あれ、なんだった？あれは、気にしないでくれ。多分俺の勘違いだ。そうなん？だったらいいけどさ。それにしてもハルミとはさすがはルカシのパパ、ベテラン戦士っすな。戦士がどうしたって？ルカ兄さんのお父さんって戦士なの？そうだお、それも戦士の中の戦士、歴戦の強者と言っても過言じゃないのだぜ。へえ、そうなんだ。でもルカ兄さんの家って確か神職だと聞いたけど。ああ、そうか。神職の人も昔は兵士だったって言うよね。確かにルカ兄さんはすごかったし納得だ。オカリンおじさん、そんな顔しないでよ。私のことを避けてるのは分かってるからさ。お前が悪いわけじゃないんだけどな。つうかスズハ、今日もこんな時間まで何してたん？もしかしてどこかの男とでデートとか？いけません！そんなどこの誰とも知らない男とのお付き合いなんてお父さんは許しませんよ。違うよ、そんなんじゃない。本当に？本当だって。だったら父さんの目を見て言いなさい。はあ、父さんがそれ言う？どういう意味なのそれ。母さんというものがありながらいっつもそこで変なゲームばかりやってるじゃないか。それは二次元と三次元はあくまで別物ですし。お前、二次元も三次元も関係ないって前に言ってなかったか？オカリン、そういうことここで言う？裏切るなんてひどいよ。5分。とにかくそういうことなら今日は何をしていたのか父さんに言いなさい。何って？やましいことがないなら言えるはずだよ。人を探していたんだ。人？それってやっぱ男？違うって言ってるじゃないか。小さな女の子。うん、今はもう私より年上になっちゃってるか。実はさ、私が乗ってきたタイムマシンにはもう一人乗っていたんだ。なんだって？スズハ、
そんなん初耳なんだけど。今まで話してなかったからね。その同乗者は何者だ？今どうしてるんだ？どうしているかはわからない。わからないって？はぐれちゃったんだよね、1998年に。ここ秋葉原で。でもなんでそんなことになったん？あたしとその子は IBN5100 を探すために、はじめ1975年に飛んだ。理由はおじさんならわかるよね。なんとか無事に IBN5100 を手に入れたあたしたちは、今度は1998年に飛んだ。2000年問題を回避するミッションのためにね。2000年問題？その1998年にトラブルが起きて、その子とはぐれちゃったんだ。それで、はぐれたままタイムマシンで跳躍したのか。仕方なかったんだ。あの子は自分からタイムマシンを飛び出してしまったし、それに、もちろん私だって探した。燃料の残量が許す限り何度も細かいタイムトラベルを繰り返して、あの子の姿を探し回った。でも大体の事情は分かったけどさ、どうして今までそんな大事なことを黙ってたん？あの子を見失ったのは私の落ち度だ。ちゃんと自分で責任を取りたかったんだ。水臭いな。僕たち親子だろ、困った時は頼ってくれてもいいのだぜ。父さん、その子を探せばいいんだろ。だったら僕らも手伝うな、オカリン。なって俺もか。当たり前だろ、別に未来を変えてくれっつってるわけじゃないんだし、それくらいやってくれてもいいっしょ。まあ、で、その子の名前と年齢は？ちなみに、可愛い女の子だよね。男とか言ったら、父さん許さないぞ。女だよ。OK。名前とスリーサイズもやろう。スリーサイズなんて知らないよ。だって、別れた時のあの子は10歳だったんだから。幼女か。じゃあ今は22歳になってるはずだな。名前プリーズ。名前はカガリ、シーナ・カガリって言うんだ。シーナ。スズハ、まさかその子って。彼女の母親の名前は椎名真由里。カガリは真由姉さんの子供なんだ。
あれ、ちょい待ち、シーナってことは名字はそのままってことだよね。ってことはかなりは繊細孤児だよ。身寄りがなかった彼女をマユ姉さんが引き取って育てたんだ。あー、なんかそれマユシらしいかも。私はマユ姉さんからカガリを頼むって言われたんだ。だからこんなことになっちゃいけなかった。あの子はいつだってマユ姉さんにべったりだったし、この時代には知り合いなんているはずもないから、きっとずっと心細い思いをしてるはずなんだ。その子はどうしてはぐれてしまったんだ。さっきトラブルと言ったが。私にもわからない。ただ過去に飛んでからのカガリは精神的にかなり不安定だった。その子の写真か何かはある？あ、うん、この子が22歳に成長してるわけか。いまいち想像がつかないな。ねえオカリン、協力してくれよ。マユリの養女なんだろ。だったら見つけてやりたいさ。でも鈴葉はいいのか、俺が手伝っても。おじさんさえ良ければ人手は大いに越したことはないと思うから。そうか、だったら手を貸すよ。ありがとう。マユシーの幼女がどうしたの？てってれー、おかりん、本当に待っててくれたんだね。ん？どうしたの？よかった、マユリ。すまない。ううん、別に嫌じゃないから大丈夫。マユ姉さん、いつからいたの？ん？今来たばっかりだよ。してたのかな。それはその、マユリはまだまだ幼い、つまり幼女だと言っていたんだよな。え、あ、そうそう、マユシは幼女かわいい。食べる量だけは立派に大人かもしれないな。えへへ。そうだ、食べ物といえばお
クリスマス？パーティーのことか。うん、別に何でもいいぞ。食べられるものならな。クリスマスパーティーか。すずさんは初めて？私たちの時代はパーティーなんてやってる余裕なかったからね。でも一度だけ父さんがどこからか美味しいチキンを調達してきてくれたことがあったっけ。それをマヨ姉さんが調理するって言って父さんが止めて。いつもよりほんの少しだけごちそうってだけだったけど、それでも嬉しかったな。ダル君は何か欲しいものある？僕は可愛い女の子がサンタコスしてくれればそれだけでお腹いっぱいだお。料理はどれくらいいるかな。ユキさんと一緒に用意する予定なんだけどね。そうだ、ルカ君やフェリシちゃんにも手伝ってもらおうかな。オカリンは誰かパーティーに呼びたい人いる？俺は別に。いや、特には。ハル、こんな時間にどうかした？いや、なんとなく話がしたくなって。迷惑だったか？別に迷惑ってことはないわ。あんたと話すことは私のためにもなるんだし。先輩とは会ってきたのよね。ああ。何の話をしたの？何って、お前とのやり取りについて報告をしただけだが。それだけ？どこかへ誘ったりは？まだそんなこと言ってるのか。冷や嬢さんに言ってみろ。また怒られるぞ。ようやく先輩にも運が向いてきたかもしれないんだもの。せっかくのチャンスを掴んでもらいたいでしょ。なあ、ちょっと相談なんだが、消息不明になった人を探すにはどうすればいい？ずいぶんと唐突ね。身近でそんな話があったんだよ。でも自分たちじゃどうすればいいのかわからなくてな。詳しく教えて。それが言えないことなの？俺だけの問題じゃないからな。それで相談に乗ってくれって言われても無理がある。よな。一般論でいいんだ。意見を聞かせてくれるだけで。そうね、一番いいのは警察
察に行くことね。あとは更新所に頼むとか、過去の新聞記事を当たるとか。あ、でもそういうことはもうやってるか。どうかな。どうかなって、まさかそんなこともやらずに探そうとしてるの？俺も今日聞かされたばかりなんだ。後で確認してみる。アメリカなんかではダウジング屋として人探しをやるなんて人もいるよな。まさか、あんな何の科学的根拠もないものを信じるとでも？いや、言ってみただけだ。よかった。もしそうだとでも言ったら、二度と話なんかしないところだったわ。ありがとう。参考になったよ。見つかることを祈ってるわ。ああ、それと。何？ああ、いや、なんでもない。何よ、気になるでしょ。本当に何でもないんだ。それじゃあ今日はこれで。父さん、何か手がかりはあった？いや、残念ながらこっちは何にも。そう。一つ聞くが、警察には行ったのか？うん、一応行ったんだけどね。でも捜索願なんかは出してない。僕の方でも昨日軽く警察のデータベースにハッキングをかけてみたんだけど、それっぽい情報は出てこんかったよ。だろうな。ちゅうことはオカリンも見てみたん？ダルのように内部情報を見たわけじゃないかな。でもさ、一見平和に思えるこの世界でも身元不明者や行方不明者ってたくさんいるんだね。オカリン、どっか行くん？もうちょっと調べてみようと思ってな。ありがとう、オカリンおじさん。別に、これくらい大したことじゃない。ううん、それでもありがとう。
どうかした？あ、何？いや、ねえ、昨日よりさらに疲れてるみたいだけど大丈夫？ああ、そう見えるか。声のトーンがいつもより低い。結膜に多少の充血も見られる。もしかして昨日言ってた件を調べてたの？まあな。バカね、そんなことなら私に言ってくれれば簡単にことは済んだのに。どういうことだ？私ならネットワークに接続してオンライン上の情報をリサーチすることができるでしょ。あ、そうか。なんなら少しやってみましょうか。すぐにできるのか？それほど時間はかからない。それじゃあ頼む。わかった、少しだけ待ってて。もう結果が出たのか？ネットワーク上で検索してみたけど、1998年以降椎名かがりという名の女性が何らかの事件や事故に巻き込まれたという情報は得られなかった。同姓同名の人物は3名ほど検出。ただ年齢を考慮するとその人物があんたの探している人である可能性は限りなく低い。ご要望ならその人物のデータを後でメールで送るけど。いや、いい。それじゃあ私にできることは以上かな。あとはあんたたちにしかできないやり方で探すしかないわね。俺たちにしかできないやり方？その人物がいなくなった場所の近辺で地道に情報を集めるの。究極的にアナログな方法だけどね。やっぱりそうなるか。にゃにゃ、キャーじゃなかった、オカリン。やっぱりオカリンだにゃ。こんなところで何してるんだにゃ。フェイリス、それに。こんにちは、岡部さん。なんだ、珍しい組み合わせだな。ついさっきそこで会ったのにゃ。そしたらルカニャンが荷物いっぱい持ってたからそこまで手伝ってあげることにしたのにゃ。ねえ、ちょっと。ん？今、何か聞こえませんでしたか？いや、これは別に何でも。ちょっと、聞いてるの？ねえ。また聞こえたにゃ。もしかして、さっきオカリンが話していたのはそれかにゃ？いや、これは…あ、ちょっ、電話中だったのにゃ。ああ、ちょっと知り合いに相談事をな。相談ですか？そういうことだったんだにゃ。後ろから見たらオカリンが一人でブツブツつぶやいているように見えたからちょっと心配したにゃ。水臭いにゃ。何か困ったことがあるならフェイリスたちにも話してくれればいいのにゃ。そうです。僕じゃお役に立てないかもしれないですけど、でもお話くらいなら。ありがとう。でも大したことじゃ。
実は今人を探してるんだが。人ですか？その子がどうして行方をくらませたのか激しく疑問だにゃ。すまないが、そのあたりの事情は話せないんだ。うにゃー。そういう話に心当たりはないかだけでも聞いてもらえれば助かるんだが。分かったにゃ。とりあえずフェイリスの方は黒木に聞いてみるにゃ。メイクインニャンニャンのご主人様たちにもそれとなく聞いてみるにゃ。僕の方もお父さんとそれから氏子の方たちにも聞いてみます。悪いな、そうしてくれると助かる。それはそうと、ルカ子、その山ほどの荷物はどうしたんだ？あ、これはその昨日、お父さんのお客さんが来るっていうお話はしましたよね。実は、そのお客さんの一人がしばらくうちに滞在することになって。それで、必要なものを買い揃えていたそうにゃ。それは大変だな。いえ、僕もちょっと楽しいですし。あまりのめり込みすぎないようにするんだぞ。え？よいしょ、しょ。ルカニャン、大丈夫かニャ？フラフラしてるニャ。大丈夫です。僕。あの、よかったらお茶でも飲んでいってください。いや、遠慮しておくよ。お客さんだっているんだろう。そうですけど。それにしてもこの荷物、いくらなんでも一人で運ぶには無理があるだろう。僕だって最近は少し力がついてきたんですよ。今日も岡部さんに言われた素振りだって。精神残魔流か。すみません。ルカ、帰ったのかい？はい、今行きます。それじゃあ、俺はこれで。あ、はい、ありがとうございました、岡部さん。でも水臭いにゃ。何か困ったことがあるならフェイリスたちにも話してくれればいいのにゃ。そうです。僕じゃお役に立てないかもしれないですけど、でもお話くらいなら。Thank you.
まったく、なんで私がこんなリポートしなきゃいけないのよ。何でもいいから仕事をよこせと言ったのはお前だろう。確かに言ったけど、だからってこんな事件。落ちぶれた生意気な女優崩れを使ってやろうってんだ。感謝されたって文句言われる筋合いなんじゃない。なんですって。それともここでも仕事をほっぽり出して逃げ出すか。何もかも中途半端で。そんなことだとガキの真剣も取られちまうぞ。それで現場は？その茂みの奥だ。このように国内において行方不明になっている研究者は今年に入ってから5名。そのうちの3名についてはアーティフィシャルインテリジェンスの研究を行っていたとされており、その背後には人工知能技術の発展に反対する原理的宗教主義者たちによる活動も影響しているのではないかとみて、当局ではさらに捜査を続けている模様です。続きましては現場からのリポートです。ジェシカ、こちら現場のジェシカ・エドモンドです。今朝早くこちらの現場で発見された遺体に関して、当初人間のものと思われておりましたが、その後の警察の調べによりますと、それがチンパンジーやオランウータンといった複数の猿の死体であることが分かりました。ただしこれらの遺体について一部脳および頭部が欠損しているものもあるとのことで、警察では猟奇的事件として地域住民への警戒を訴えており、なあ岡部、お前この後授業は？いや、今日はもう終わりだよ。そっか、じゃどっかで飯でも食ってく？どうせまたカレーだろ。キッチン東海か。昨日ちょい臨時収入だったから今日は豪勢にモンディかな。俺はやめておくよ、今月ちょっとピンチだし。そっか、じゃまた今度な。あ、それじゃあ帰って、ん？レース記念教授？いない。
今度教授に会ったら聞いてみよう。世界ね、そういえば私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。考えてみたらさ、これまでだってスズハがそれなりに探してたわけでさ、それを僕ら素人が今さらまた蒸し返したところで新しい発見なんてあるわけないんだよな。手伝ってくれてありがとう。これ以上無理はしなくていい。捜索は私だけで続行するよ。いや、ちょっと待ってスズハ、僕が言いたいのはさ、父さんたちに無理させるわけにもいかないから。カガリの件は私の責任なんだし。バカ言うなよ。子供の責任は親の責任だろ、ジョーコー。父
父さん、ね、今のどう？かなりパパっぽかったと思うんだけど、なんならパパ大好きって言って抱きついてくれてもいいのだぜ。とにかく僕が言いたいのは、ただむやみやたらに探したところでダメだろってこと。じゃあどうしろと言うんだ。餅は餅屋って言うでしょう。こういうのはやっぱ専門家に頼むのが一番だと思うんだよね。専門家？こういうのはある程度裏の世界の情報にも精通してる人に頼むのが一番だろ、上皇。心当たりがあるの？ちちち、父さんを甘く見ないでほしいな。僕はオタだけど顔は広いのだぜ。横幅も広いけどな。茶化すなっつーの。っていうか本気で言ってるのか。本気で裏の世界の人間とやらにつながりがあると。ちょっと連絡取ってみる。どう思う、おじさん。実際にそういう人物が本当にいるのなら頼んでみてもいいとは思うが。よし、送信と。あっ、ん？お？え？もう返事が来たの？うん、今からそっちに向かいますって。ずいぶんと話が早い相手だな。遅いよりはいいんじゃね。もしもし、ルカ子か？あ、岡部さん。すみません。今、大丈夫ですか？おう、どうした？あの、実は、その、僕、岡部さんに相談したいことがあって。相談？今から、お会いしてもらえないでしょうか。今から電話じゃ言いにくいことなのか。はい、少し。悪い、これから客が来ることになっているんだ。そうですか。その後からじゃダメか？その後は僕も用事があって。そうか。それじゃあ。はい、どうぞ。悪い、ルカ子。お客が来たようだ。後で連絡を。こいつ、また。あの、岡部さん？どうしたんですか？岡部さん？お茶、どうぞ。
したの、カリン？いや。大丈夫？気にしないでくれ。それよりもダル、説明してくれ。ああ、この人はキリュウ氏、ヘンプロのライターさんだよ。キリュウ、モエカです。なあ、ダル、お前はどうしてこの人と知り合いに？前にさ、ケリュウ氏の担当してる雑誌で秋葉関係の都市伝説を扱った特集があったんだよね。その時に僕のバイトのこと取材したいって申し出があってさ。僕のバイトってほら、あんま大きな声で言えないやつしょ。だから取材に関しては丁重にお断りしたんだけど、ただ僕って普段から足がつかないようにかなり注意してるんだよね。なのにキリュウ氏はその僕にたどり着いた。それが気になって、で会ってみたらこの通り、すげえ美人さんだったわけだ。都市伝説を追う美人ライターとか燃えざるを得ないだろ、上皇。まあ、専門ってわけじゃないけど、秋葉についてはかなり詳しいみたいだし、結構裏の方の事情も知ってるっぽいから、頼んでみるのもありかなって。人探し、そう聞いた。うん、実はね、12年前に秋葉でいなくなった女の子を探してほしいんだ。をという人を探せばいいの？そういうこと。どうかな？やってみてもいい？マジ？でも見つかるかはわからない。もちろんその場合はしょうがないよ。じゃあ報酬は成功報酬で、その他の必要経費はこっちで持つってことで OK？ 問題ない。オカリンもスズハもそれでいい？私は手伝ってもらえるなら文句はない。俺も構わない。
じゃあ契約成立ってことで一つ。おじさん、本当に大丈夫？大丈夫だ。少し緊張しただけだから。おじさん、さっきの桐生萌香って人のこと知ってたんだね。え？マジで？オカリンいつの間に？どうしてそう思ったんだ？見ていればわかるよ。いや、知らない人だ。アルファ世界線では知ってた。わかった。これ以上は聞かないけど、私なりに警戒はしておくよ。それでいい。今はな。一体何のこと？緊張したっていうことさ。わかるわ。キリュウ氏は美人で巨乳でスタイル抜群でメガネ属性まで持ってるもんな。しょうがない。そうだな。